東海道新幹線は明後日30日から9月1日にかけて、全線もしくは一部区間で計画運休や長時間の運転見合わせを実施する可能性があるとしています。また、今日と明日、そして9月2日についても長時間運転を見合わせる可能性があります。jr 在来線は東海道線が雨のため、豊橋駅と静岡駅の間で終日運転を見合わせます。飯田線も。 長山中部天竜間で終日運転を見合わせるほか特急稲地も運休となりましたまた明鉄と近鉄も今後計画運休などを行う可能性があります高速道路です東名高速の豊川インターチェンジと菊川インターチェンジの間新東名高速の新城インターチェンジと新静岡インターチェンジの間で通行止めとなっていますまた空の便も 中部国際空港では今日鹿児島便など国内線と国際線合わせて8便が欠航となり明日以降も欠航や遅れが発生する恐れがあります。そして経済への影響も出ています。トヨタ自動車は今日の夕方から国内の14工場すべての稼働を停止しました。台風接近による物流の影響や従業員の安全を考慮したということです。